にちは。元気してますか？今回のビデオはちょっと日本語でお話ししたいと思います。なぜならあなたたちは私が日本語で喋ってほしいから、それに今度日本語スピーチコンテストを企画するので、ちょっと練習しようと思います。まずは自己紹介から始めます。私はマイラです。メキシコのクエルナバカの出身で35歳です。よろしくお願いします。私は日本語の勉強を始めた時は19歳でした。その頃は折り紙に、深く興味を持ったので日本語の勉強を始めました。もちろん日本語を勉強した時に日本人と結婚するとは思わなかったです。今は日本語を勉強してよかったと思います。今はもう日本に来てからもう4年になりました。まだ私の日本語間違いだらけです。またいつか完璧な日本語を喋りたいけど母親になったのでちょっと難しいと思います。なぜならマウロにスペイン語喋ってほしいからずっとスペイン語で喋っています。あとマウロメキシコにも家族がいるから毎日一生懸命教えています。私は日本語が下手くそになるかもしれないけどマウロのために仕方ないです。それに仕事場では会話は少ないから日本語上手になるわけないです。それじゃ日本語の話ここまでです。それじゃ皆さんこういうふうにスピーチを書いて、頑張ってください。それじゃまた今度のビデオ、あといつものようにたくさんたくさんコメントを待っています。それや、また今度。それやまたね。バイバーイ。